ガスターチャンネル。どうも、もしもし、ショウスケです。放送チャンネルのケイです。あちゃんです。クラスターのお化け屋敷プロデューサーのタイガとガノスケです。よろしくお願いします。みんなでちょっとトゥルエンド目指しましょう。じゃあ、はい、もちろん。作戦中、お互いの呼び名を先に決めておきましょう。彼のことはゴリだと思います。ゴリ、ゴリでお願いします。ガチで苦手なんじゃない？いや、あの、スイッチ入れたからもう大丈夫。どういうスイッチ？何のために爆弾って出んの？え？あ、そういうこと？さあ、どういうことやねん。えい。いくぞ。よーい、スタート。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。すごい、虫が苦手なはずなのに。食べるか、ミルワーム。常温内に戻せ。よーし。こいつはな、こいつはなんか引きそうだな。少しずつ減ってきた。どういうことかな。はい、手袋はどうする？一個だけ懸念してるのがこう手汗がすごいから、虫ついてくるかもしれんけど、まあそんな関係ない。食べよう。邪魔しよう。任していこうか。いやー、じゃあ引いてくれ、頼む。おう、任しとけ。では、よーい、スタート。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。ああ。終了。全然ダメだな。もちろんダメだな。全然ないぞ。もっとエースに前捨てて。さっきもエースに前捨てて。口をつつしめ。さあ、はい、今回はじゃあ、
全員引けてないから、お前も引け。はい。なるほど。行くぞ。はい。よーい、スタート。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。ダメでした。お前もダメじゃないか。残念だな。よし、全員が引けなかったので、また罰を受けてきた。残念。大丈夫かみんな。お前のせいだよ。精神状態大丈夫か。もうこれ無理やこんな。こいつらな、なんか頭のネジが緩んでそうだな。よし、じゃあちょっと換工事でもしようか。ね。よし。行くよー。分かる、なんか棒でずっと疲れてる。ずっと何枚疲れてる。あられちゃんだもん。あられちゃん。あられちゃんみたいな。あられちゃんみたいな。もちもちみたいな。痛い。分かる、でも女の人やったらいいけど、男の可能性あるかもな。持ってんな。いや、分からんけど、肩に水を出してる。
そう、それで落としてくれ。目を読むんや。目を。メタリスト系。メタリスト系。頼む。頼むぞ、ほんまに。10秒に詰め合いましょうか。いいわ。すごいゲームでしたね。私でもこれほんまにえげつないゲームでした。ほんまにで、タイガさん、はい、今回のこのデスゲームなんですけど、はい、これ結果的にはどういう感じなんでしょうか。はい、なんと、はい、トゥルーエンドでした。おー、ありがとうございます。すごい。あとあの最後のジョーカーですか。そうです、そうです。最後のジョーカーでトゥルーかバット、決まるようになってるので、はい、やるよ。ってことは K さんのお手柄ということですね。おめでとうございます。おめでとうございます。なかなかないんで。今回おられましたか、トゥルーエンド。ないんです今。ああ、なので初めて。すごい。トゥルーエンドというものなんで。やっぱなんか霊感も彼あるんで、ちょっとそういうところが確かにね。やっぱ引きが強いってことなんですね。そうですね。ただね、ちょっとユーチューバー的にはバッドエンドの方が。そうですね。ヨーロッパの AB どんな口がやったの。聞いた話によるとバッドエンドになったらなんか社長らしき人物今日出てたじゃないですか、うん、あの人がなんか撃たれるとかそういうエンドがあったという話を聞いたんですけど、はい、あ、そういうのが用意されてたんですね。はい、そういうあのシナリオが用意されていた。確かに、はい、確かにそれもちょっと見たかった。ほんまに俺あえてもエンディングで一切触れんといたろうかな。社長らしき人。いや、まあ、でもさすがにちょっと触れざるを得ないんで、ちょっとじゃあ呼んでください。え、うん、ちょっと感想を聞きたいんで。ああ、まあ、じゃあじゃあ雑な。ちょっと待てよ。やられる用意してたのにやな。
何してくれてんねん俺そこで倒れる用意してたのにずっと中腰でこんな状態でそこで一人でオロオロしてたの台本にないってなってたんですね。なるほど。だからほとんどの人がバッドに行くはずだったんですもんね。だから何してくれてんねんいやこっちのセリフが言うたら何してくれてんねん何してくれてんねんまだやってる、まだやってる、もう日常がデスゲームということでね、はい、でもあの社長と話しててもうどうせバットだろうっていうところで、なるほど、あの用意してたんで、まさかのトゥルーだったんで、ね、なんかトゥルーのもう打ち合わせを社長としてなかった。なるほど。もう多分社長もわーってなっちゃったずっともう寿司三昧状態でもなんか今日のもストーリーもしっかりしてたし、うん、2点3点変わっていって意外と入り込めました。あ、ありがとうございます。だからあのカメラあるしちょっと喋らない思ってたけど、あれなかったらほんまになんかもうずっと怖かったと思う。ほんま、いやもうほんまよかったですよ。よかったですよっていうか、かわいそうやなと思いながら思ってた見えない、もうほんま見えないの怖い。まあでもいつもと違って今回ってあのお化けとかモンスターとかじゃなくて、まあどちらかというと人間が怖いみたいな、そういった感じなんですけど、やっぱりこういうのってまあ不快に感じることが結構あると思うんですよ。怖いというよりかは不快になってしまう。でもこれエンターテインメントなんで、その不快をどう楽しくするかっていうのを、僕たちは目指しているので、ただなんかこう不快になってなんか嫌な気持ちになって帰るんではなくて、まあ、最後にはなんかこうほっとしてなんかこう日常に戻れたみたいな、そういったのをこう目指しているので、あとはもうなんかもう結構エグいことをしてたんですけど、まあ感染症対策もしっかりとしておりますので、まあ、毎回使っている道具とかも全部消毒したりとか してましたね、はい、しっかりとそこはさせてもらいながら、はい、エンターテインメントを届けたいということで、素晴らしい、今回はデスゲームイベントをやらせていただきました。素晴らしかったです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。心霊スポット大好き女子大生です。そうです、ね、大好きです。じゃあ次うちの方で一緒に行きましょう。相方面白いしてますね。よかったね。怖い怖い怖い。あと相方できた。今日なんか教えてもらった心霊スポットがあって。あ、マジで。あ、そうなんですか。情報提供いただいたんで。まさかね、この誘いにビビって断るなんてね。ハクトラさんなのかな。ハクトラさんの流すためよ。ハクトラさんの今後のご予定とかは。はい、はい、今絶賛開催中なのが5月と9月で、はいはい、京都の河原町にある京都音量館さんにある、はい、シェフのいないレストランという、まあ、ちょっとホラーテイストのレストランがあるんですけども、そのレストランの中をお化け屋敷にしちゃって今やっています。あのブラッディデビルと呼ばれる、ウォークスルー型のお化け屋敷を今開催しております。こちら6月まで開催しております。でまた、6月から7月に、スパワールドさんで、新たなお化け屋敷を開催させていただきます。こちらは、ピエロをテーマにしたお化け屋敷になってますので、うん、またぜひお越しください、はい、ぜひじゃあ次はお化け屋敷ってことですね。そうですね、もうザ・お化け屋敷みたいな感じで体験していただこうかなと思ってるんで。それを待ってたんですか。これからも何だろ こう従来のお化け屋敷にとらわれずにこう新感覚のお化け屋敷、あ、こんなのもお化け屋敷のくくりに入るんだっていうところをこう僕たちが展開していけたら嬉しいかなと思ってるんで、またぜひ来てください。はい、はい、行きます。ありがとうございます。ぜひお願いします。もう次はもうバンバンびっくりさせるんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、では今日のところはこれにてお開きとさせていただけたらと思います、はい、はい、では最後のポーズをですね、ちょっとハクドラザさんのスタッフの方も皆さん集まっていただいて、皆さんでやりましょう。はい、皆さんでいつものポーズやってみましょう、はい、せーの、ゴーストチャンネル。ハクドラザさんありがとう。ありがとうございます。結構いっぱいいてたでしょ。ご視聴ありがとうございます。ゴーストチャンネルではこれからも淀みのあるところへたくさん行かせますんで、ゴーストチャンネルをよろしくお願いします。グッドボタン、チャンネル登録、コメントもいただけると助かります。よろしくお願いします。